萩生田文部科学大臣は教員免許に10年の期限を設けている教員免許更新制を廃止する方針を明らかにしました。結果としてこの制度の方が教員の皆さんのレベルアップにつながるんだというふうに思っておりますので、ぜひ期待をして制度をしっかり作っていきたいと。教員免許更新制は10年ごとに更新のための講習を受けるなど教員の負担が大きいことから、萩生田大臣は今年3月中央教育審議会に抜本的な見直しを諮問していました。昨日開かれた小委員会では、発展的に解消することを検討すべきとの案が示され、文科省は更新制廃止のため来年度の通常国会へ教育職員免許法の改正案を提出する方針です。